別品に化けるもんだ。女は化けると話には聞くが、これから尻尾がねえがよく見ねえとな。キスケ様、お気をつけくださいませ。化けていなくとも女は怖いものでございますよ。 抜け参りでございましょう。どうぞ一休みしていってくださいな。 目と鼻の先やで。この道スーッと行ってすぐにキュッと曲がって、そんでダーッと行ったらええねん。
今日は行さん走ったで、もうヘトヘトや。チート早いが、もうしまいにしとくわ。パリな。すまねえ、湯煙で見えなかったもんで奥に誰かいるとは思わなかったんだ。見ねえようにするからこっちは気にしねえでくれ。せっかく来たんだ、ゆっくり浸からねえと損じゃねえか。いや、すまねえ、見ねえように。いや、見ねえように。この相棒とあちこち回ってるヤソハチってんだ。今日若いのに抜けまいかい。したくだね。こっちが近道だと思ったんだが、海に出ちまってタダで戻るのも尺なんで、何か拾えねえか探してたところだ。お、おめえは確か、さあさあ思い出した、お稲荷さんの祠の前で見かけたぜ。新人武系な。俺は熊五郎で、あっちが腐れ縁の八さんだ。
私は近江の貧しい家に嫁いだものです。尾張まで商いに来た帰り道にこの山の妖怪に取り殺されました。死んだ後も残った一人息子が心配で未だ成仏できず、たまに顔を見に行くのです。うめえこと別品に化けるもんだ。キスケ、
でけ。ところで聞きたいんじゃが、あんた様は誰じゃったかいの？いや、お客さん、ご入り用でっか？品の良さは受け負いますせ。あんまり売れんので品数も揃ってますよって。旅でお疲れだろ。ちょっと食べておいてよ。うちのは自慢の十割そばだよ。Thank you.
られ海域となった濃州鳴神二万石、お家断絶の上
ご生涯された父上のご無念はいかばかりか。気球に集いし鏡家ゆかりの霊たちを、勇壮な先祖の霊たちを、わらわに江戸城へと討ち入る力を貸し与えたまえ。鳴神藩主鏡明義が一女虎姫、今やこの身はお上に牙向く鬼姫なれば、何恐ろしいものがあるものか。必ずや成し遂げてみせようぞ。恨めしや、真理の炎に身を焼く生まれ、地獄の釜にも負けぬほど腹渡が煮えて収まらず、主家の無念を晴らさんと打ちそろって参じたからには、我が名数ここに尽きたり。この面下げてぬけぬけと我らの面前に出てきおった。犬ですら三日飼えば恩を忘れぬというに、犬にも劣るやつめ。俺を犬だと抜かしたな。声面書くのはそっちの方だ。売られたもんはきっちり買うぜ。我らこれより美濃寺から東海道を下って江戸城へ赴き、必ずや将軍綱吉めを討ち取ってみせようぞ。この太平の世に公方様を打って天下を騒がせようた、たとえ化け物でも無分別が過ぎるぜ。あんたが虎姫か。吐きだめに鶴田はよく言った。こんな娘が何の因果でこうまで浮き目を見にゃならん。もう騙されぬぞ、キスケ。刀だけでは飽き足りず、この首を狙ってきたのであろう。取れるかどうか試してみよう。女だてらに鎧兜で一発気取り、怨霊相手に戦の真似事か。獄門台にその綺麗な顔がさらされるなんざもったいねえや。こうなりゃこのキスケ様がまとめてぶった切って悪霊どもを払ってやるから、よくよく感謝しろい。形見となった類大の兜、伊達や気取りで被られようか。虎姫の覚悟のほどつぶさに見せてくれようぞ。いざ悪鬼を払う浜の乱れや、受けてみよ。
わつくんじゃねえ。こんな別品切られるか。馬を撃っただけで姫さんには傷一つつけちゃいねえ。やめだやめだ。押し付けの任務なぞ知ったことか。だいたい鼻持ちならん野牛の野郎を信じる方がどうかしてら。俺が忍びで宝刀を取りに来たのは伊賀で聞いたが、今はなぜだか裏切り者として奴らに命を狙われてる。頭でも撃ったのか本当に覚えちゃいねえんだ。知っているなら何があったか教えてくれ。頭を撃ったじゃろ。もう少しマシな言い訳をせい。貴様が徳川に鏡の忌み刀を渡してしまったのか。ごまかされんぞ。城の奉公人として姫様に近づき、半年もの間よくも騙してくれたものよ。姫様もあれほど心を許しておられたというに、知れ者め、わしが代わってその首討ち取ってくれるわ。うぬの招いた災いが、その口が言う太平の世を危うくしておるのがわからぬか。各地に張った結界も我らを江戸へ近づけんがため、もはや公儀はあのたちに操られておるも当然よ。覚えておらんなどと見え透いた嘘。騒乱の折わらわをかばって切られ瀕死の傷を負ったのも狂言であろう。切られた俺が。確かに傷なんかねえしピンピンしてら。それが本当なら俺ってやつはとんだ悪人だったんだな。持ち出した刀がどれほど危ういものかお主には消せない。抜けば世に災いを招く祟り神のついた妖刀クズ竜村正。報じずただ伏せよと明神様の仰せを受け、室町から代々母方の血族が巫女として守り隠してきたのじゃ。あれを鞘から抜いた者は何人であろうと撃たねばならぬ。それが代々巫女の血筋の役目なれば。たとえ逆賊の汚名が後世に残ろうともなさねばならん。刀を封じ本懐を遂げたその後はこの首一つ晒すのみ。クズ竜が災いとなる前に江戸城へと急がねばならぬ。